今回の一言交通安全教室はチャイルドシートシートベルト編始まるよ。みんなチャイルドシートやシートベルトを正しくつけていますか？今回は交通事故から命を守るシートベルトについて一緒に学ぼう。おまわりさんも車に乗ったらしっかりシートベルトをつけるよ。パウパトロールたちもシートベルトをきちんと締めているんだよ。パウパトロールたちみたいにシートベルトをきちんと締めないと交通事故に遭った時に大きな怪我をしてしまうかも。チャイルドシートやシートベルトをつけないとこのような危険があります。交通事故に遭った時に車の中で体を強くぶつけて怪我をしたり、前の席に座っている人にぶつかり怪我をさせることがあります。また車の外に体が放り出されることもあり、命の危険につながります。保護者の方へのお願いです。お子様を車に乗せるときは体の成長に合わせてチャイルドシートを取り付け、着用時ベルトが緩んでいないか、首にベルトがかかっていないかよく確認してください。チャイルドシートやシートベルトはみんなの大切な命を守ります。子どもも大人も車に乗ったら全ての席でシートベルトをつけましょう。次回予告、自転車のルール反射材編だよ。千葉県警察のヒーロー紹介、今回は空からみんなの安全を守る航空隊だよ。みんなもヒーローになろう。